将軍家のお高場を巡らして鳥の生息状況を調べお鷹狩りが滞りなく遂行されるように目を配るお役目である雑司ヶ谷の組屋敷に暮らす矢島家はおとりみ役の当主万之助が任務のため旅立つと留守宅を女房の珠代が切り盛りしていった子沢くさんで家族同様の付き合いの石塚家に この度6人目の子供が生まれることになった。とはいうものの妻のタズは5歳に入ったので自身にとっては遺産だった。家族が一人増えるということは嬉しくもありせわしなくもありはたまたちょっぴり寂しくもあり家族の立ち位置によって思うところは様々だ。 葉桜の咆哮がほわりと広がる。もったりした舌触りと程よい甘みが口の中で一つに溶ける。本に美味ですこと。タズは臨月のふっくらした頬をほころばせた。もう一つ召し上がれ。玉代は桜餅の入った競技をタズの膝元へ押し当て。 「これではますます太ってしまいます」「良いではありませんか子を産めば元に戻りますよ」「まことでしょうか?」「まことですともまずは丈夫なお子をお産みなさいそれには需要のあるものを食べることです」「タズはうなずいて二つ目の桜餅に手を伸ばした」 男顔負けの女剣士が今はどこから見てもまろやかな女であるその変化が珠世にはほほ笑ましい縁側の日だまりで二人は語らっていた縁側といってもおとりみやく組屋敷内にある矢島家でも石塚家のある稲垣家下屋敷の長屋でもない。 目の前の庭はだだっぴろいだけで丹精された様子はなくそこここに置かれたむしろの上にさやえんどうや青梅薬草が雑然と積み上げられているここは聖堂村の農夫うべいの家の離れである下屋敷の長屋は幸運むには手狭だったが 現代勇にも田津にもこんな時頼れる身内はいない初めは矢島家で出産する予定だった是非ともそうするようにと玉代は再三進めていたのだが子供たちが嫁いでゆとりができたとはいえ矢島家も部屋があり余っているわけではない久右衛門万之助久太郎と男が三人いる上に今では エイといいう嫁もいるタズが遠慮してためらっている時庄兵衛が「離れをお使いください」と言ってきた結婚当初現代いう一家は庄兵衛の家の離れを借りて住んでいた庄兵衛とせがれの兵太は珠代とも懇意にしているまさに渡りに船だったタズはこの離れでお産をすることになり 玉代も泊まり込んで世話をしましょうと申し出た「珠代殿がそばについていてくだされば百人力だぜひともお頼み申す」大喜びの現代勇は矢島家へ飛んできて万之助に不便をかける胸を浴び旧右衛門には生まれてくる子供の名付け親を頼んだ。 小十人組の家へ嫁いだ孫娘にややこが生まれた時旧右衛門は名付け親になり損ねている落胆ぶりを目にしていた現代夫は抜かりなく機嫌を取ったのだった表向きは陰銀に内心は喜び悼んで旧右衛門が現代夫の頼みを引き受けたのは言うまでもない 我が主殿と来たらあれも食べよこれも食べよとうるそうってハハハ源太夫様はまるで初号を待ちわびる新米の父親のようですね。田津殿よりずっとそわそわしておられます。わざわざ長明寺へ出かけ山本屋の桜餅を買ってきたのも源太夫である。 愛妻の喜ぶ顔をみんがためだ私なんだか子供たちに申し訳なくてなぜですかみんな楽しみにしていますよそうなのですがユキちゃんが生まれてからもう十年の余りがたっているのです子供たちもやきもちを焼く年ではありません 気にすることはありませんよ。タズは5人も子供のいる現代優の5歳になった立派に大役をこなし今では誰もが生みの母だと思うほど子供たちに慕われているそれでも気になるのか眉を曇らせた「ややこにかまけて寂しい思いをさせるやもしれません。 いいえあの子たちは先を争って赤子の世話をしたがりますよ。あきちゃんなど今から待ちきれないのか先日もおむつの替え方を習いに来ましたもの。まああきちゃんが?」。三人の娘たちの中で一番のおてんばだったあきも今では娘らしい心遣いを見せる年頃になっている。 アキちゃんの話ではさとちゃんに縁談があるとかそうなのですご重心のお声がかりですから無論ありがたくお受けしなければならぬのですがあるじ殿はまだ手放すのが惜しいようでなんだかんだと理屈をつけ私の出産が終わるまでは棚上げということになりました現代優はかつて浪人だった。 このままでは息子の仕官にも娘の結婚にも差し支えると一年発起して稲垣家の家臣になったそんな現代言うなら長女の縁談に飛びつきそうなものだがそこは複雑な親心珠代もよくわかる矢島家の場合は長女を嫁がせたところで一家の主の万之助が 行方知れずになるという悲劇に見舞われたそのせいで子供たちの根気が遅れま代は気をもんだそれぞれが一優の相手と結ばれた時はどんなに安堵したことかそれでもいざ我が子を手放すとなった時の寂しさはひとしおだった喜びには決まって寂しさがつきまとう 里ちゃんも縁談の来る年になったのですね今更ながら時の流れの速さを思って珠代は吐息を漏らした私も年を取るわけですいいえおば様はちっともお代わりになられませんよ主殿に言わせると初めて会うた頃よりも お若くなられたとそうそう桜餅を見るたびにおばさまのお顔を思い出すのだそうですまあ現代夫様と来たらそれがあのお方の手なのですよ人をおだてて意のままに操ろうという本にその通り私もその手で釣られました。 二人は声を合わせて笑った。いつの間に入り込んだのかやえんどうを積み上げたむしろの片隅で子猫が丸くなっているユキは鶴巻川の土手に腰を下ろしてきらめく川面を眺めていた。瞳を凝らせば、 雨ん坊や水すましがすいすいと泳いでいるのが見えるユキの心はすいすいやキラキラとはほど遠かった不愉快な出来事があったわけではない喧嘩をしたわけでもいじめられたわけでもないのにうつうつとしている上の姉の里はここのところ 稽古事や作法見いいに追われていた家にいる時はタズに代わって家事に勤しんでいるユキの相手をする暇はないもう一人の姉の秋は生来が独立どっぽの娘だからこれも妹など眼中にないようだった兄たちでは話し相手にならないし父の現代優の関心は身重の妻と 生まれてくるややこのこのとばかり末っ子のユキはこれまで家族の誰からも「ユキちゃんユキちゃん」とかわいがられてきたとりわけタズは末娘を慈しんでいたそれなのにこたびはユキを置いて聖土村へ行ってしまった今度帰ってくる時は弟か妹を抱いているはずでとなれば もうユキにかまけてはいられない。弟か妹ができることをユキも初めは楽しみにしていた。今だって無事生まれればよいと願っている。きっと可愛いに違いない。とは思うけれど膝の上の絵馬を見た。昨日秋が持ち帰ったものだ。まっさらな絵馬に現代優が 下手くそな犬の絵を描いた犬は安産のお守り傍らに長兄の源太郎が安産祈願と角ばった文字で書き込んだ「田塚朝へ」と里が書き添え父兄姉の名前の隣に「秋」「源次郎」「雪」が自分の名前を書き入れた家族の祈りを込めた絵馬を 霧人の絵馬堂へ納める役がユキに回ってきたのはたまたま秋に別の用事ができたためである「急がないと間に合わないわユキちゃん頼むわね」。大役を怠るつもりはなかったがユキはまっすぐ絵馬堂へ行く代わりにあぜ道をたどって鶴巻川の辺りへ出た土手の上をそぞろ歩き 草笛を吹きタンポポや桜草を摘みそれから膝を抱えてぼんやりしているこの胸の中のモヤモヤしているものは何だろういやモヤモヤというよりざらついた砂が紛れ込んだような気を取り直して行かなくちゃ 目を上げたた時だった「わあ」という声が聞こえた男の子の一段がかけてくる「小アッパ」というほど幼くはないが若造と呼ぶにはまだ早いユキと似たりよったりの十一二歳か武家ではなく町人の子供たちでよく見るとみすぼらしい身なりをした男の子を五六人で追いかけているらしい「待て!」。 盗っやろう「今度という今度は逃がさねえぞ!」。してみると追われている子は盗みをして見つかったのか「盗っと」という言葉にびっくりとしてユキは慌てて立ち上がった先頭の子供はもう目の前まで来ていてしかもみるみる近づいてくる恐ろしげな行走に驚きおろおろしたのがまずかった。 生地動いたために、かえって鉢合わせをしてしまった。ドンと体当たりをされ、痩せっぽっちの雪は勢いよく跳ね飛ばされる。ああ<っ>、と思ったときは遅かった。今もすっとび、こちらはこう描いて川へ落下する。まるでそこが定位置ででもあるかのように、音もなく川もへ着水した。 ぷかぷかと浮かびながらゆっくり下流へ流されてゆくユキは尻もちをついたまま息を呑んでエマの行方を見守った思いもよらぬ出来事に呆然としていたのでおいつ追われつしていた男の子たちがどうなったかはわからない遠くでざわみきが聞こえているところを見ると追跡劇はまだ続いているようだ そんなことよりユキは蒼白だったあのエマはただの絵マではない家族全員の思いがこもった絵馬だかけがえのない絵マであるああなぜ先にエマ堂へ行かなかったのかたいはないと自分では思っていたここへやってきたのは春風に誘われたからだ本当にそれだけだ でも違う。ユキは一つ深呼吸をした。エマを後回しにしたのはエモドへ行くのが億劫だったからだ。心のどこかに後回しにしたい気持ちがあった。それはもしかしたら生まれてくる弟か妹に対するやきもちでもあったような。 のろのろと身を起こしたぎこちない手つきで乱れた着物を整える「もうエマは見えない」「男の子たちもどこかへ行ってしまった」「辺りはひっそりとしてエマを運び去った鶴巻川だけが何事もなかったかのように悠然と流れている」 ああ、どうしよう。しよユキはべそ顔になったすると突然矢も盾もたまらなくなった弾かれたように土手を駆け下り川岸に沿ってひた走るどこかに引っかかっていないかと左右に目を走らせ懸命に探し回ったもののエマは見つからなかった息をあえがせ目に涙をためて は河原にしゃがみ込んだ生も紺も突き果てたような気がするひとしきりすすり泣いたあと涙を拭って腰を上げ重い足を引きずるように木の端のたもとへ戻ったあぜ道と雑木林を抜けて引き返せば岸も人へ出る境内には絵馬売りがいるはずだ 新しいエマを買って帰ればよい。銭用に多少の銭なら持っている買ったら急いで家へ帰るエマが川へ落ちたのは男の子に突き飛ばされたためだありのままを話せばおそらく誰も咎めないむしろ同情してくれるかもしれないでも」とまたユキは思った。 なぜ土手にいたのと秋なら聞くかもしれない先に収めりゃいいのにさ源次郎も疑いの目を向けてくるたとえ聞かれなくてもユキ自身は知っていた自分がなぜ土手でぐずぐずしていたのか絵馬を見る自分の目に「やきもち」という不純な気持ちが混ざっていたことも。 岸文人へ引き返す代わりに由紀は木の端を渡った渡り終える頃にはもっと切実なさらに恐ろしい考えが浮かんでいたエマが失せたこれはもしやゆゆしい出来事が起こる前触れではないか「たずや生まれてくるやや子の身に祟りが降りかかるのでは」。 は身震いをしたとにかくじっとしてはいられないこんな時どうしたらよいかその答えを教えてくれるのは珠代しか思いつかなかったユキの足は矢島家へ向いているいつもなら目を楽しませてくれる道端の花々もあまりに長い子と同じ場所にあるので 古ぼけた姿が神々しくさえ見えるかかしも今日は目に入らなかった足元を見つめ黙々と歩く下蔵市がやの大通りから続く道へ出てなおしばらく行くと右手におとりみやくの組屋敷が見えた矢島家の簡素な木戸門をくぐる もちろん門番がいるようなご体操な家ではない足を踏み入れるや「おお<う>」と聞き慣れた声が迎えた隠居の旧右衛門が庭で庭木をいじっている「そろそろだのこう待ちわびる気分はよきものだ」弾んだ声で話しかけられてユキは目を泳がせ 名付け親を頼まれたもっか思案中だがこれがなかなか難しい出会った当初ユキはこの金言な老人が少しばかり怖かったが今ではすっかり高校野になって現代優の子供たちから実の祖父のように慕われているそれでもこの日はろくに返事ができなかった 一礼しただけでそそくさと玄関へ逃げ込む「ごめんください」。と声を張り上げるとエイが出てきた「おやゆきちゃんどうしたの?」。涙の跡が残っているのか顔を見るなりエイは尋ねたゆきはつっかえつっかえ言葉を絞り出す「おばっさまに」。 私珠世おばさまにお会いしたくて母さまはあなたの母さまと一緒ですよ聖土村の庄兵衛さんの離れにいますそういえば珠世が田津の出産の介添えをすると聞いていた取り乱していたのでうっかりしていたのだでも 行きっきりではないのでしょう。戻って見えるのでしょう。さあ、どうかしら。もういつ生まれてもおかしくないそうで、ここ数日は泊まり込んでいるのです。生まれるまでは、多分戻っては来られないでしょう。行ってごらんなさいと、A は言 田塚様がいるところで不吉な話はできない泣き顔も見せられない当惑しているユキを見てエイは首をかしげたいつものユキちゃんらしくありませんねとにかくちょっとお上がりなさいそうそうちょうどおじい様をお呼びして桜餅をいただこうと思っていたところなのユキちゃんも食べていらっしゃい 促されてゆきは後ずさりをしたぺこりと頭を下げきを返して小走りに駆け出すゆきちゃんどうしたのゆきちゃん呼び止める声が聞こえたがゆきは振り返らなかった門を飛び出し通りへ出て下蔵司ヶ谷の方角へ早足で歩く 浜になら話せそうだったが他の誰かには話す勇気はないうっかり口にしたが最後不吉な予感が現実になってしまいそうだ家へも帰れず聖土村へも行けずユキは身体極まった次第に歩みがのろくなる。 ふっと気がつ下雑司ヶ谷の大通りへ出る近道でもあるこの坂はその名の通り昼間でも小暗くお化けが出そうだ急な下り坂の右手には本十字の塀が左手には中小の武家屋敷の塀が続いている本十字は矢島家の菩提寺だった。 現代いう一家が矢島家に居候をしていた頃は珠世や君へのお供をして由紀もよく母さんに来たものだ「そうだお参りをして行こう」と思いついた珠世に会えないなら矢島家のご先祖にすがって何としても安産を祈願したいおばさまの母様ならきっと優しい人だわ。 この最悪の事態を良い方へ導いてくれそうな気がした。本堂から図経の声が聞こえている。小坊主や寺男の姿は見えない。雪は和所へ続く小道を抜け、疲れたように矢島家の墓へ駆け寄った。両手を合わせ、 どうぞ赤ん坊が無事に生まれますようにと祈る私が悪うございました母様を独り占めしたくて赤ちゃんにやきもちを焼くなんてとんでもないことでしたどうか私を罰してその代わり母様と赤ちゃんを助けてください夢中だったので 他に人がいるとは気づかなかななった。なんでどこかで見たと思やさっきの娘っ子か背後で声がした驚いて目を開ける辺りを見回すまでもなかった墓所の一隅に大きなネムの木がありその幹に男の子が荒縄で縛りつけられていたあああの時の。 合わせていた手を解いてユキは立ち上がる追ってから逃げる途上ユキにぶつかって跳ね飛ばしたぬすっと呼ばわりされていたエマを失う元凶となったあのみすぼらしい男の子であるそれにしてもひどい格好だったもとより髪はボサボサで顔も汚れていたが今は片目が腫れ上がり 頬や唇の端に血がこびりついて見る影もない場所が場所なのでまさにお化けさながらどうしてここにゆきは思わずつぶやいていた男の子はへっと顔をゆがめると捕つかまってこの有りさまさならあの子たちが縛りつけたのいや。 こいつは草そ坊主の仕業だ殴る蹴るの制裁を加えられていたところを助けてくれたのは良いがそもそも盗みをしたのが喧嘩の発端だと知ると和尚は有無を言わさず引っ張ってきてこの木に縛り付けてしまったのだという何を盗んだのまんじゅう腹が減ってたんだよ解いてくれよ と、男の子は猫撫で声を出した。ダメ「だめお嬢様に叱られるものわかりゃしねえさ見られさえしなけりゃ神仏はお見通しだわ」。自分で言ったその一言にユキは眉をひそめたそれこそ今の今まで悩んでいたことではないか。 自分はややこをうとんじていた。だからエマをなくしてしまった。そう、これは何もかも見通していた神仏が自分に与えた罰かもしれない。男の子はムッとしたのか、馬鹿にしたように鼻を鳴らした。へお見通した。偉そうに言うもんだぜ。お見通しなら、なんでおいらばっかしひもじい思いはさせやがる。 おいらばかしこんな目に合わせやがるんだ私だってひどい目に遭ったわ大変な目にへっお武家のお嬢ちゃんの甘ったれた鳴き声なんじゃ聞きたくもねえやその一言が胸にぐさりときたよくも言ったわねすっとのくせにすっとだとはてめえもう一度言ってみやがれ ただじゃ済まねえぞ。縛られている子供にすごまれても怖くなどなかったそれより圧倒的な怒りがこみ上げてユキはつんのめりそうになっていたつつかかと歩み寄る。あんたのせいだあんたのせいで大変なことになっちゃったんだあんたがぶつかったからあんたが突き飛ばしたから。 両のくぶしを握りしめてにらみつける小娘の剣幕にユキより頭一つ大きい男の子は目を白黒させたなんでぶつかったのはあれはいいことあんたのおかげでエマが川へ落っこちちゃったんだから大切なエマなのに父様も兄様も姉様も みんなで祈願を込めたのに、母様や赤ちゃんに何かあったら、あんたのせいだから。自断打を踏んでわめいているうちに、また涙がこぼれた。こんな風に感情をぶつけるのは、いつも秋の領分である。おとなしく引っ込み思案の末娘には、かつてないことだった。それだけ、切羽詰まっている。 しばらく沈黙があった次に捕らわれた男の子が口を開いたのは縄を解いてもらうためではなく退屈しのぎにからかうためでもなかった汚れた顔にもう嘲笑の色はないごめんよ男の子は素直に神戸を垂れた謝ってもらったって。 今は出てきやしない。どこかへ流れて行っちゃったんだものもしも母様に何かあったら私を産んでくれた母様も死んじゃったしたず母様まで死んじゃったらああ私どうしたらいいのゆきは両手で顔を覆った。とその時だ異様な音がした。 くぅと泣いたのは男の子の腹らしい昨日から食べてないんだユキがもう一度視線を向けると男の子は照れくさそうな顔をした「おいらが悪かったよクソ坊主がこいつを解いてくれたら真っ先にお参りしてやる」。お前おんちのが無事 赤ん坊を埋めるように。あんたなんかにお参りしてもらったって。だからさ、おいらのお母にも頼む。そうすりゃ、きっと大丈夫だ。あんたの母様にうん。おいらのお母も、お前を産んだおっかと同じさ。お産で死んじまったんだ。食えなくって。 痩せ襲ってたからなほらあっちのちっこい博さだからよおっかんならお前んちのおっかんのために一働きしてくれると思うんだなんだか丸め込まれたような気がしたそれでも少しだけ怒りが静まっている うーんあんたの母様も死んじゃったの父様は死んだおいらは親戚中をたらい回しどこへ行っても厄介者さお父にも頼んでやるよと言われてユキは四角めらしくうなずいた。 絶望的な気分は変わらなかったが一人より二人二人より三人助っ人がいると思えば心強い「ちゃんと頼んでね父様にも」「任せとけって大丈夫赤ん坊なら無事生まれるさ」男の子はもう縄を解いてくれとは言わなかった。 雪ももいてやるつもりはなかった。和尚様のなさったことを保護にしたらそれこそ天罰が下りそうな気がしたからその代わり懐から銭を取り出す差し出そうとすると「バカにするな!」と罵声が飛んできた「おいら物乞いじゃねえや!」。ごめんなさい。慌てて手を引っ込め、 男の子の方は見ないように急ぎ足で墓所を出るこれ以上なすべきことは見つからなかったとぼとぼと坂を下って我が家へ帰る夕げは喉を通らなかった食べたくないという雪に里は腹痛のが薬を飲ませ現代優は早く寝ろと言った。 誰もさほど気に留めな田津がいない家はわけもなくざわついていて皆自分のことだけにかまけている翌朝聖堂村から平太がやってきた巣はお産が始まったかと石塚家の面々は色めきたったがそうではなかった。 様においでいただきたいそうで珠代がユキを呼んでいると言うあら私じゃないのアキは不服そうな顔をした平太に耳打ちをされた現代勇は早く行けとユキに命じたけど私いいから行け。 秋には石塚家の名代として使いに行ってもらう。佐都は家の仕事で手一杯。こういう時はのそれぞれ手分けをしてできることをせねばならぬ。名代と言われて秋は得意そうな顔になった。雪の方は異議を唱える間もなく送り出され平太と共に聖堂村へ向かう。 うす日日にも生まれそうですよ。みちみち平太に言われゆきはぎっくりとした「母様のご様子は?」「おかわりありませんよ」「ウィザーはきついと言いますがこの分なら安産間違いなし三番も心配ないと受け合っております」そう聞いても不安は消えなかった。 大事なエマをなをくしてしてまったのだ。どんな恐ろしいたたりがあるか今はただ矢島家のご先祖様と見知らぬ男の子の亡き両親の力にすがるのみである曇天の道を由紀は唇をかみしめて歩く庄兵衛の家の離れでは珠よが待ちわびていた。 タズ殿がユキちゃんにそばにいてほしいんですって部屋へ招き入れようとするあの私母様を元気づけておあげなさいそれがユキちゃんの役目ですよユキにしても会いたくてたまらぬ母だったいざ部屋へ入れば泣き笑いの顔でタズの膝元へにじり寄っている せり出した腹を誇らしげに撫でながらタズはユキにいたわりの目を向けたごめんなさいね寂しい思いをしていたのでしょうそんなことこの子が生まれたらユキちゃん一緒にお世話をしてくださいねユキちゃんはお姉様になるんですものタズはユキの手を取って 自分の腹に置いた。ユキは絶句したまま手元を見つめる「ああ私はなんてバカだったのかこんなにいとけない命頑張って生まれ出ようとしている赤ん坊にやきもちを焼くなんて歯を食いしばっていたのは泣いたり余計なことを言ったりすれば母を不安にさせるだけだと分かっていたからだ」。 母様,おば様、私、何でもします。何をしたらいいかしら」。勢い込んで言うと珠代は幾網を浮かべた。では母屋へ行ってたらいにぬるま湯をもらってきてくださいな。手ぬぐいで母様のお体を拭いて差し上げましょう。汗をかいておいでですよ。 その日の日うちに産婆が,が呼ばれ湯が大量に沸かされて庄兵衛の家はにわかに慌ただしくなったゆきはとうに上屋から出されている初めは母屋でおとなしく待っていたがそのうちに我慢できなくなった離れの庭を行ったり来たりタズのうめき声が聞こえるたびにその場へうずくまって両手をもみ合わせる。 懸命にこらえているのか遠慮がちな梅木は次第に間合いが狭まっていた「母様や赤ん坊に何かあったら私のせいだ」思い詰めていたからかろくに物を食べていなかったせいかもしれないふうっと目の前が暗くなった「きちゃんきちゃん」ゆきちゃん。 温白装束にたすきがけをして額に汗を浮かべた珠代がユキを見つめている「ああ、びっくりしたこんなところでどうしたのですかおばさま。ユキは珠代にしがみついたもうこれ以上黙ってはいられない私 母様おば様母様は?」。「頑張って売られますよ」。「もう少しかかりそうですがウザ産は時間がかかるものです」。「心配はいりません」。いつの間にか夕暮れになっているこれから石塚家に使いをやるところだと聞いてユキはますます動転した。 心配いらぬなどという気休めは耳に入らない母様は死んじゃうのいいえ死にはしませんよなら赤ちゃんがどうしようああ私どうしたらゆきちゃん落ち着きなさい ななぜそんなことを言うのですかだってだって私がエマを亡くしちゃったから涙があふれた泣きじゃくるユキを両手で支えて珠世はユキの目を覗き込むどういうことかきちんと話してごらんなさいユキは話した。 昨日から今日に至るひどく長くて恐ろしい出来事をそれで昨日私を訪ねてきたのですねエド殿が知らせてくれたのですよゆきちゃんの様子がおかしかったと今朝平太がゆきを呼びに来たのはイの話を聞いて珠代もたずも心配になったからだという。 エマのことなら案ずるのはおやめなさいだけどみんなで描いたのに父様も犬の絵をでも川へ落ちたのはユキちゃんのせいではないのでしょう。落ちたのはだけど私ユキは唾を飲み込んだ 一番言いいたくないことだった言ったら嫌われてしまうかもしれない意地悪で悪い子だと思われる二度と口を聞いてもらえないかもしれないそれでも打ち明けなければならないとユキは思った私赤ちゃんにやきもちを焼いたのだから土手でグズグズしていたの。 それに、それに、あのお腹をすかせた子に、あんたのせいだって怒ったの。あの子だって、わざとしたんじゃないのに。言ってしまった。ユキは身を縮めた。眉をひそめられるか、ため息の一つもつかれるか。玉代の顔を見るのが怖くてうなだれる。 次の瞬間ぎゅっと抱きしめられたいい子ねゆきちゃんは優しい子ねおばさま悩むことはありませんゆきちゃんの気持ちはちゃんと届いていますよけどエマがなくちゃあのね ゆきちゃんエマに願い事や名前を書き込んだ時みんなでタズ殿の安産を祈ったのでしょう。その時にもう願いは伝わったのですよ絵馬堂は絵馬を預けておくところなの神仏が絵馬堂におられるわけではありませんゆきは目を見張る 玉代はもう一度ユキのか細い体を抱きしめた「さあ母屋へ行っておまんまをお食べなさい」「ユキちゃんには一番に赤ちゃんに挨拶をしてもらいたいの」「お腹をすかせて倒れていてはこれから赤ちゃんのお世話ができないでしょ」「珠代はせわしげに離れへ戻ってゆく」 は母屋へ駆け込んで平太の女房が作った粥を食べた三杯もおかわりをしたのは生まれてこの方なかったことである夜更けに赤子が生まれた元気な鳴き声に母屋も,も離れも湧き返った母子が無事と聞いた瞬間ユキは安堵のあまり母屋の土間へ へたへたと膝をついた。珠代と話して憂いが晴れたとはいえ、心配がなくなったわけではない。祈るような思いでこの時を待ちわびていたのだ。喜びが大きかったので、一番に挨拶をしてほしいと言った珠代の言葉がその通り実行されなくても、文句を言う気にはならなかった。先を越された相手が、 父とあらばなおのこと。産声が聞こえるや、現代優はおたけびをあげた。あたかなかですよ。平太の女房が伝えたときには、もうお屋を飛び出している。玉代から知らせを受けて、制度村へ駆けつけてからというもの、現代優は一瞬たりともじっとしていなかった。しばらくして、 ユキも産屋へ呼ばれた母様おめでとうございますユキは改まって祝いを述べた疲労困憊は隠せぬもののタズは幸福そうな笑顔でうなずくほらユキちゃんあなたの弟ですよ玉湯に抱かれた赤ん坊は本当に小さくて まだ目鼻も定かでは生きむたびに桃色の肌が真っ赤になるそのくせ泣き声だけは一人前に大きい「元気いっぱいでしょたくましい男子になりますよ」。拳を握りしめて文不相な声を発している弟をユキは驚きの目で見つめた。 こんなに小さな生き物に焼き餅を焼いていたのだと思うと我ながらおかしい平太の女房と産婆は目元は父親に似ている口元は母親にだなどと言い合っていたがユキにはとてもそんな区別はつかなかったさあ母様を休ませて差し上げましょう珠代に言われ 言うとユキはそろって産屋を後にしたその夜親子は連れ立って帰った一っ子一人いない夜道にはこんな時だからか何とはなし厳粛な気配が漂っているお前が生まれた時は喜ぶいとまがなかった。 その埋め合わせをしとうてのつい向きになってしもうたわ道半ばまで来たところで玄大悠が話しかけてきたええ母様は私を産んでのうなられたのですものねうんお前にはかわいそうなことをしただから こたびはまずお前と二人で祝おうと思ったのだ。お前にも埋め合わせをさせてやらねばと。では父は初めから自分を一緒に連れてくるつもりだったのか、ややこのこと以外頭にないと思っていたのに、ちゃんと自分のことも考えていてくれたのだ。 私のことなんか忘れてると思ってました。馬鹿を申すなお前は大事な忘れがたみぞ。なら生みの母様のこともちゃんと覚えていますよね。当たり前だ忘れるはずがなかろう。お前たちを産んでくれた母様ではないか。 子を産むのは命がけ。多津の出産に立ち会ったユキにはよくわかる。亡き母も命を懸けて自分を産んでくれた。二人はしばしそれぞれの思いに沈みながら歩いた。黙っていても心はほこほこしている。 下志ヶ谷の大通りへ続く道へ出たところで現代雄は今一度「おい」と話しかけてきた覚えているか矢島家から制度もらえ出なければ下屋敷へようおぶって帰ったものだお前はいつも背中で寝てしもうたそうそうだった。 父の背中は大きくて暖かいあれほど眠り心地の良いところはなかったどうだ久しぶりにおぶってやろうか玄代夫は足を止めたいいえ結構です私はもうお姉さんになったんですもの自分の足で歩かなくちゃそうか そそれもそうだ。何やらおかしくなって親子は声を合わせて笑う笑いながらユキはこうして共に歩く父も母もいない男の子のことを思い出していた赤子は順調に育っているたずも元の体に戻った 下屋敷の我が家へ帰りたがってはいるもののもうしばらく養をするようにと言われまだ聖堂村の庄兵衛の家の離れにとどまっている組屋敷へ帰った珠代の代わりに娘たちが交代で聖堂村へ通っていた無論現代優もお役目に支障がない限り妻子の顔を見にやって来る源太郎や源次郎も 三日にあげず顔を出す赤子の名前は約束通り旧右衛門がつけた「どうじゃよきなだろう」。うもったいぶって差し出した藩士には「多門」と書かれていたさんざん思いあぐねた末に「多図の多と自分の門をくっつけたのである兄が源太郎と源次郎。 弟はタモ弟のくせに強そうな名だなお前より賢くなるぞへっ兄貴に言われたくないや源太郎と源次郎の言い合いは毎度のことだ本に凛々しい名前ですねご隠居にあやかって豪気な男子に育ってほしいものだ田津と現代雄は ううやうやしく藩士を受け取るタズの出産から10日ほど経った午後のことだった聖堂村からの帰り道ユキが矢島家へ立ち寄ると珠代が待ち構えていたように手招いた「ユキちゃんちょっと」「奥まった夫婦の部屋へ招き入れる」「いつもと勝手が違うので」 何事だろうと、ユキは首をかしげた。そこへ、お座りなさい。珠世は、ユキの膝元へ、絵馬を押し合った。ああ。これは。男の子とぶつかって、跳ね飛ばされた拍子に鶴巻川へ落としてしまった。あの絵馬ではないか。水に浸かっていたために。 墨文字がにじみ犬の絵もあらかた消えてしまってはいるものの残った部分をつなぎ合わせればなんとか判読できる「おば様、ま、どうしてこれを?」。本十字のお尚様が届けてくださったのです。お尚様がゆきちゃんが話していた男の子がいたでしょ。 子供たちから逃げようとしてユキちゃんに体当たりしてお寺の大木に縛り付けられていたというその子が見つけてきたのだそうです。九段の子は戒しめを解かれた後、本堂の床の雑巾がけをさせられ和尚さんから訓和を聞かされた上で解放された。訓話を聞く際は、 不くされたような顔をしていたが雑巾がけでは手抜きもせず見事な仕事ぶりだった和尚はなかなか見どころがあると思い困ったらいつでも訪ねてくるようにと言って送り出したその子は3日後に再びやってきて絵馬を差し出しユキに渡してくれるように頼んだという。 瓦を探し回ったのだそうです随分下流まで流されていたそうででもおばさまあの子は私の名を知りませんそうなのですでもゆきちゃんがお墓にもう出るところを見ていたおうさ様にお墓を教えそれでおうさ様は矢島家だとお分かりになったのだそうです ユキはエマを見つめたなら私がお墓に参ったからあの時は追い詰められていた通りすがりに墓参を思いついたのは矢島家のご先祖なら救いの手を差し伸べてくれるかもしれないと思ったからだそこであの男の子と再会したそれこそ目に見えない力が 引き合わせてくれたのではないかやっぱりおばさまがおっしゃった通りでした絵馬堂へは収めなかったけれどエマはちゃんとどこかで母さまや赤ちゃんを守っていてくれましたそしておばさまの亡き母さまやあの子の父さま母さまが私にエマを返してくださったのですねユキが 感極まったように絵馬を撫でるのを見て玉代はえくぼを浮かべたゆきちゃんの切実な思いが伝わったのですよ読みの人々にもその安吉とかいう男の子にも「安吉さんというのですかあの子は」ゆきは思わず身を乗り出したそういえば あの子の両親も本十字に墓があると言っていた。それなら和尚も素性を知っているはずである。エマを見つけてくれたのです。お礼を言わなくちゃ。おばさま、和尚さまから安吉さんの住まいを聞いてはいただけませんか。ユキちゃんがそう言うと思って聞いたことは聞いたのですが、 安吉は四谷町の裏棚の生まれでいかけ屋の父親が生きていた頃はそこそこの暮らしをしていたというだが安吉が7つの時父親は流行り病にかかって急死してしまったそもそも実家とは折り合いが悪かったこともあって当時身ごもっていた母親は安吉を筆頭に4人の子を抱えなんとか一人で一家の生活を支えた。 ところがこの母もお産で腹の子ともども死去子供たちはそれぞれ縁者に引き取られた安吉はわんぱくで手に負えない子供だと評判ですが両親さえ屈託があったという親戚の家へもらわれたのですうまく床かぬのも通りあちこちたらい回しにされて 下僕のようにこき使われ、ひもじい思いをしてきたようですよ。内藤、新宿、音羽町、そしてまた四谷町とこの五年転々としていたらしい。今は四谷町にいるのですね。どこに住んでいるのですか？四谷町は稲垣家下屋敷の隣町である。 それがねもういないのですいないって方向に出されたそうですそれも深川だとか深川は遠い桜川を渡った向こう岸であるなら会えないのですねゆきは肩を落とした 同じ江戸の家です。会えぬと決まったわけではありませんが今は仕事を覚えるのに忙しい時でしょうそっとしておいておあげなさい和尚は安吉が四谷町にいるものとばかり思っていた河原で見つけた絵馬を届けるのは急を要する用事ではない近所へ来たついでに矢島家へ届けた 代もはじめは雪が来た時渡せばよいと考えていたたまたま四谷町の岡っ引矢島家と懇意にしている辰吉が挨拶に来たふと思いついて訪ねてみるとさすが縄張り内の住民のことなら知らぬことはないという岡っ引は打てば響くように安吉の消息を教えてくれたろくに飯も与えられずそのために あちこちこでで食いい物を盗んでいるそんな噂を聞いた辰吉は自ら妖怪へ談判に出向いて奉公に出す話をまとめたのだという「でしたらおばさ様安吉さんにとっても良いお話なのですね」。これからのことは分かりませんが和尚様の言いつけを守って一生懸命に雑巾がけをしていた安吉です。 私はねゆきちゃん立派にやっていくと思いますよ。ゆきは玉代の目を見てうなずく。安吉がエマを探して川辺を歩き回っている光景を思い描けばみすぼらしい木切れと化したエマが無性に愛おしゆきはぎゅっと胸に抱きしめた。 ヘイヘイヘイ玉や玉や玉や岸門人の境内へ続く参道でにぎやかな呼び声が聞こえている派手な着物の裾をからげ手ぬぐいを頭にかぶった小柄な男が足の茎を吹くたびに色とりどりの透き通った玉が空を彩る首にシャボンの入った箱を掲げ片手に宝玉が描かれた 赤と青の傘を掲げたその男は「トウスケさんだ!」。ユキは歓声を上げた。シャボン玉売りは春になるとやってきて秋になれば去ってゆく。冬の間トウスケがどこで何をしているのか誰も知らない。聞く者も,もいない。シャボン玉を買う子供が途切れると。 とはひょっこりと頭を下げたお坊ちゃまがお生まれになられましたそうでおめでとう存じますいつもながらすけさんは早耳ですねまよは微笑んだ「田門」というのですよ矢島家のおじい様がつけてくださいました「きも目を輝かせる」「ほうそいつはご立派な女で。 あっしの知り合いに、タモン様とおっしゃるお武家様がおりやすがね、そりゃあもう、押し出しといい、ご器量といい、軍を抜いたお方で、へい。とそこで、トウスケはくるりと目玉を回した。たった一つ、まあ、別に困るというほどのことじゃござんせんが、そのタモン様は、誰もが呆れる大ぐらいだそうで。タマヨとユキは、 同時に吹き出した。お小さい多聞様も、それはようお乳を飲むのですよ。どうしましょう。父様のような体食感が二人になったら、私たち食べるものがなくなってしまいます。三人はひとしきり笑う。今日はエマ堂へお行きなさるんで。とうすけはゆきが手にしたエマに目を止めた。 そうなのです。ものが出てきたので遅ればせながら珠代と雪は口々に数日らへの出来事を語ったそれはそれは大切なもんがめっかってようございました安吉さんのおかげですおばさまと一緒に安吉さんのためにも絵馬を奉納することにしました方向先でうまくやってゆけますようにと。 そいつはよいお考えで。藤助はユキに売り物のシャボン玉の小箱と足の茎を手渡した。皆様大きくなられて足は少々寂しゅうございました。ですがこれでまた多ン様というお小さいお方ができました。そうしているうちには矢島様のお宅でもお子様方がお生まれになられましょう。子供がいよといまいと。 すさんなら大歓迎ですよ。聖土村にも我が家にもぜひお顔を見せてください父様にも言っておきますすけさんがいらしてると聞けば大喜びで会いに行きますよ子供たちが集まってきたのをおに珠代ときはいとまを告げた「玉や玉や玉や」屋。 ささあさあシャボン玉だよ玉や玉や玉や冬介の声を背中で聞きながら境内へ向かう春の陽気に誘われて岸もじんはこの日もにぎわっていた名物の川口屋の飴も芋田楽も屋台の周りに人だかりがしているすすき細工の耳作りの老婆が しゃがれ声を張り上げるその隣で絵馬売りの若者が眠そうに大あくびをした安吉のための絵馬を買おうというのだろうめぞとく見つけたユキは珠代の手にシャボン玉を預けて小走りにかけてゆくその姿はまだ子供とはいえユキも己の心を見つめ悩んだり 自責の年に駆られたりする年頃になったそう思ってみると梅花模様の木綿小袖にへこ帯という後ろ姿にも娘の色香が香り立つようだ玉代はシャボンの入った小箱の穴に足の茎を差し込む少女の昔に戻って一吹き風光る空へ 五色の夢をまき散らした。 こんにちは諸田玲子作安山祈願をお聞きくださりありがとうございました今回は作家の諸田玲子さんのご講演によりおとりみ女房シリーズの中から第5弾巣立ちより朗読をさせていただきましたいかがだったでしょうか諸田玲子さんは知られざる中心蔵ということで森家の内入りという歴史小説や 加賀前田家初代藩主利家の側室三代藩主利常の聖母の呪福院の半生を描いた「千代母、親鸞賞受賞の「今ひとたびの泉式部」などの長編を書かれたり現在進行形では古田織部の妻を主人公にした作品を岐阜新聞で掲載中です。そして、このおとりみ女房シリーズは 諸田玲子さんご自身も癒される作品とおっしゃるほど、お好きな作品だそうです。皆さんはどんな感想を持たれたでしょうか。コメントに入れていただけると嬉しいです。スーパーサンクスのご支援もお待ちしています。ゆかりさんちの朗読チャンネルでは、これからも聞きやすい朗読、上質な朗読を目指して精進し、継続していきたいと思っています。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までお聞きくださりありがとうございました。では次の作品でお耳にかかりましょう。